日本語の文法を勉強しましょう。私は車の運転ができます。私は車の運転ができます。私は車の運転ができます。

一年前は日本語が話せませんでしたが、今は話せます。一年前は日本語が話せませんでしたが、今は話せます。先週は暇だったから、たくさん本を読めました。 先週は暇だったから、たくさん本を読めました。毎日練習して、 50メートル泳げるようになりました。毎日練習して50メートル泳げるようになりました。毎日練習して50メートル泳げるようになりました。早く日本語で話せるようになって、 友達を作りたいです。早く日本語で話せるようになって友達を作りたいです。早く日本語で話せるようになって友達を作りたいです。 リナさんは日本へ来てから自分で料理を作るようになりました。リナさんは日本へ来てから自分で料理を作るようになりました。前は運動をしませんでしたが、今は一週間に一回運動をするようになりました。 前は運動をしませんでしたが、今は一週間に一回運動をするようになりました。息子は来年二十歳になります。息子は来年二十歳になります。 息子は来年二十歳になります。日本人の友達ができて、会話が上手になりました。日本人の友達ができて、会話が上手になりました。日本人の友達ができて、 会話が上手になりました。私は日本語の勉強が終わった後、国へ帰るつもりです。私は日本語の勉強が終わった後、国へ帰るつもりです。 私は日本語の勉強が終わった後、国へ帰るつもりです。彼は来年アメリカに留学するつもりだと言っています。彼は来年アメリカに留学するつもりだと言っています。 彼は来年アメリカに留学するつもりだと言っています。不注意でミスをした。次は注意しよう。不注意でミスをした。次は注意しよう。 注意でミスをした。次は注意しよう。来年は一緒に旅行に行こうね。来年は一緒に旅行に行こうね。来年は一緒に旅行に行こうね。 週末は、家でゆっくり休もうと思います。週末は、家でゆっくり休もうと思います。週末は、家でゆっくり休もうと思います。七時に起きようと思っていましたが、昨日遅く寝たから。 起きられませんでした7時に起きようと思っていましたが昨日遅く寝たから起きられませんでしたこの漢字の読み方を知っていますか この漢字の読み方を知っていますか。この漢字の読み方を知っていますか。私は今、パソコンの使い方を習っています。私は今、パソコンの使い方を習っています。 私は今、パソコンの使い方を習っています。冷蔵庫の中には肉とか野菜とか果物とかがいっぱい入っています。 冷蔵庫の中には肉とか野菜とか果物とかがいっぱい入っています。冷蔵庫の中には肉とか野菜とか果物とかがいっぱい入っています。交流会にはトムさんとかキムさんとか山下さんとか学校の友達がたくさん参加しました。 交流会にはトムさんとかキムさんとか山下さんとか学校の友達がたくさん参加しました。交流会にはトムさんとかキムさんとか山下さんとか学校の友達がたくさん参加しました。 私は本を読むのが好きです。私は本を読むのが好きです。私は本を読むのが好きです。私は本を読むことが好きです。 私は本を読むことが好きです。私は本を読むことが好きです。一人で生活するのは寂しいが、自由でいい。一人で生活するのは寂しいが、自由でいい。 一人で生活するのは寂しいが、自由でいい。健康のために毎日走っています。健康のために毎日走っています。 健康のために毎日走っています。将来医者になるために一生懸命勉強しています。将来医者になるために一生懸命勉強しています。 将来医者になるために一生懸命勉強しています。私は高校生の時一年間アメリカで勉強したことがあります。 私は高校生の時、一年間アメリカで勉強したことがあります。私は高校生の時、一年間アメリカで勉強したことがあります。私は日本料理を食べたことがあります。 私は日本料理を食べたことがあります。吉田さんは鈴木さんより背が高いです。 吉田さんは鈴木さんより背が高いです。吉田ささんんは鈴木さんより背が高いです。今度のテストの点は前より悪かったです。今度のテストの点は前より悪かったです。 今度のテストの点は前より悪かったです。鈴木さんは吉田さんほど背が高くありません。鈴木さんは吉田さんほど背が高くありません。 鈴木さんは吉田さんほど背が高くありません。私の国の夏は日本の夏ほど暑くありません。私の国の夏は日本の夏ほど暑くありません。 私の国の夏は日本の夏ほど暑くありません。北海道の方が九州より広いです。北海道の方が九州より広いです。 北海道の方が九州より広いです。あのタレントは歌よりダンスの方が上手ですね。あのタレントは歌よりダンスの方が上手ですね。 あのタレントは歌よりダンスの方が上手ですね兄は背が高いです兄は背が高いです私は 髪が長いです私は髪が長いです父は声が大きいです父は声が大きいです 私はコーヒーにしますが、山田さんは何にしますか？私はコーヒーにしますが、山田さんは何にしますか？私はコーヒーにしますが、山田さんは何にしますか？ 母の誕生日プレゼントは財布にしました母の誕生日プレゼントは財布にしました母の誕生日プレゼントは財布にしました今月は 携帯をよく使ったからきっと電話代が高いだろう今月は携帯をよく使ったからきっと電話代が高いだろうリンさんは今日病気で学校を休みました多分明日の欠席だろうと思います リンさんさは今日、病気で学校を休みました。たぶん、明日も欠席だろうと思います。田中さんは昨日、明日8時に来ると言いました。でも、まだ来ません。 来週テストがあると聞きましたが、本当ですか。来週テストががあると聞きましたが本当ですか母の手紙に、先週の祭りはとてもにぎやかで楽しかったと書いてありました。 た方がひどいですね。一度病院へ行った方がいいですよ。咳がひどいですね。一度病院へ行ったほうがいいですよ。

この店の品物は何でも100円です。この店の品物は何でも100円です。いくらたくさんお金をもらっても、あの人と結婚するのは嫌です。 いくらたくさんお金をもらってもあの人と結婚するのは嫌ですこれは初めて作った料理ですおいしいかどうか自信がありませんこれは 初めて作った料理です。おいしいかどうか自身がありません。これは初めて作った料理です。おいしいかどうか自身がありません。これが本物のダイヤかどうか私にはわかりません。 これが本物のダイヤかどうか、私には分かりません。パンダは何を食べるか知っていますかパンダは何を食べるか知っていますか パンダは何を食べるか知っていますか東京駅行きのバスはどこから出るか教えてください東京駅行きのバスはどこから出るか教えてください東京駅行きのバスは どこから出るか教えてください田中さんは子供の頃サッカーの選手になりたかったそうです田中さんは子供の頃サッカーの選手になりたかったそうです 田中さんは、子供の頃、サッカーの選手になりたかったそうです。天気予報によると、明日は一日雨だそうだ。天気予報によると、明日は一日雨だそうだ。 辞書を忘れたので、友達に借りました。辞書を忘れたので、友達に借りました。辞書を忘れたので友た、ので友達に借りました。外は雨ですので、どうぞ傘をお持ちください。 外は雨ですのでどうぞ傘をお持ちください外は雨ですのでどうぞ傘をお持ちくださいこのアパートは駅から遠いのに。 家賃が高いこのアパートは駅から遠いのに家賃が高いこのアパートは駅から遠いのに家賃が高いお金を払ったのにどうして商品が届かないのだろう お金を払ったのに、どうして商品が届かないのだろう。お金を払ったのに、どうして商品が届かないのだろう。てしまう。この本は面白かったから、一日で読んでしまいました。 この本は面白かったから、1日で読んでしまいました。この本は面白かったから、1日で読んでしまいました。昨日は宿題をやらずに寝てしまった。昨日は宿題をやらずに寝てしまった。 初めてケーキを焼きました。食べてみてください。初めてケーキを焼きました。食べてみてください。初めてケーキを焼きました。食べてみてください。日本に行ったら着物を着てみたいです。 日本に行ったら着物を着てみたいです日本に行ったたら、着着物を着てみたいです。ガラスのコップは割れやすいですから注意してください。 ガラスのコップは割れやすいですから注意してください。ガラスのコップは割れやすいですいい。でから、注意してください最近の新聞は字が大きくなってとても見やすくなった。最近の新聞は 字が大きくなって、とても見やすくなった。この本は専門の言葉が多くてわかりにくいです。この本は専門の言葉が多くてわかりにくいです。 この本は専門の言葉が多くてわかりにくいです。この携帯電話は機能が複雑で使いにくいです。この携帯電話は機能が複雑で使いにくいです。 この携帯電話は機能が複雑で使いにくいです。